皆さんこんにちは、ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。本日のテーマは5月の購入本紹介です。今月もたくさんの素敵な本に出会うことができました。一体どんな本を購入したのか、今回も一冊ずつ紹介していきます。今月もね、月初ということで毎月おなじみの購入本紹介です。5月はね、結構買いました。相変わらず、書店に行ったりとかはしてなくて、基本的にはもうオンラインで購入するっていう感じで過ごしていました。ということで今回利用したのは先月に引き続きブックオフオンラインです。それに加えて今回は電子書籍も購入しました。はい、というわけで購入した作品は、はい、今月はブックオフオンラインで合計11冊購入しました。この11冊に加えてプラス3冊が電子書籍という感じです。はい、でこれ余談なんですけど、電子書籍の方は先月購入したものもあります。厳密に言うと4月購入本で紹介するべきだったんですが、もう本当に月末、もう4月の最終日に購入したっていう感じだったので、撮影終えた後に購入っていう形になってしまって、その分をね、今回5月の購入本として紹介していこうと思います。で、一番最後に、ブックオフオンラインね、今月も使ってみてどうだったとか、あとは合計金額などをお伝えしていきます。はい、続いて購入本の紹介です。まずはブックオフオンライン国内作品から、1冊目はこちら、塩田武さん、罪の声です。実際の事件に基づいた社会派ミステリーっていうことでね、すごく気になっていて、昭和最大の未解決事件を圧倒的な取材と筆力で描いた長編傑作。帯もね、こんな感じでバーンってなってて、本当にね、面白そうだなって思います。こちらは1冊300円でした。ちょっと高かったんですけど、帯付きで来てくれたので本当ね、良かったです。続いて2冊目はこちら、殺人鬼の亡霊です。2019年本屋大賞超発掘本として選出された作品です。はい、以前書評させていただいた偉人たちの館も本屋大賞超発掘本の一冊で、その関連で何か作品ないかなと思って探していたところ、2019年に選ばれた本もミステリーだったっていうことを知り、以前からね、気になっていた作品でした。ということでね、こちらもね、帯付きできたのがすごく嬉しかったです。1冊100円でした。ちょっとね、冊数が多いので、いつも通り駆け足気味でどんどん紹介していきます。続いて3冊目はこちら、森博さん、そして2人だけになったです。こちらはそして誰もいなくなったのオマージュ作品になっています。誰もいなくなったけど、こっちはね、2人だけになったっていうことで、ちょっとね、気になっていた作品でした。巨大な密室1人ずつ殺されるってことで、なんですかね、やっぱり2人だけになるのかなっていう感じですね。続いて4冊目はこちら、西村京太郎さん、名探偵なんか怖くないです。はい、こちらは新装版になってます。西村京太郎さんといえば電車、もうトラベルミステリーの作家さんっていう印象が強いと思うんですけど、そのトラベルミステリーではなくて、本格ミステリーでおなじみの名探偵がたくさん登場するっていうね、作品になっています。エラリークイーン、ポワロ、めぐれ、明智っていう風にね、4人書かれているんですけど、ちょっとパロディ的な作品っていうので、なんか以前から気になっていた作品でした。こちらも帯付きの作品だったんですけど、こちらは1冊100円でした。続いて5冊目はこちら、名探偵にバラをです。昔々それは悪い、とても悪い博士がいました。悪行の限りを尽くした挙句あっさり死んでしまいましたので、仲間を殺された小人たちは恨みのはけ口がありません。ちょっとね、童話っぽい感じなんですかね。傑作系のおすすめミステリー何世みたいな、そういった紹介されている中ではすごくね、よく見たことのあるタイトルでした。はい、ちなみにね、草原推理文庫の一冊っていうことで、はい、草原推理文庫好きとしてはね、嬉しいですね。続いて6冊目はこちら、米沢ほのぶさん、儚い羊たちの祝宴。こちらは以前視聴者の方にお勧めいただいた一冊でした。米沢ほのぶさんといえば、すごい昔に読んだ漫画と、少しね、もう内容忘れてしまってるよねっていうぐらい前に読んだ評価、古典部シリーズの一冊ですね。そちらの作品ぐらいしか読んでいなかったんですけど、気になったので購入した一冊でした。新潮文庫版なんですけど、文庫の感じがなんかいいなって思います。背表紙がね、こんな感じで紫のところとかね、なんか表紙のデザインの感じとか、鳥が飛んでるみたいなね、感じとか、すごくいいなって思います。はい、先ほどの名探偵のバラオもそうだったんですが、こちらは1冊200円でした。続いてブックオフオンライン海外ミステリーの紹介です。7作品目はこちら、エドワード・アタイヤ、細い線です。細い線の上を歩いてるみたいな表紙になってます。ここに新訳版って書かれているんですけど、古典ミステリーの一冊のはずです。ブックオフオンラインで作品を探していて、新訳版っていうことでね、見つけて購入した一冊でした。ということで、内容はほぼ知らないんですが、
名作不倫サスペンス、犯人と周囲の人々の揺れ動く心理を克明に追う、これぞまさしくサスペンス、江戸川乱歩が激賞した名作ということで、やっぱね古典っぽいですね。続いて8冊目はこちら、ジェフリー・ディーバー青い虚空です。まあね、一言で言うとハッカーのお話です。パソコンがねすごいできる人ですね。まあ、よくある話の流れで、ハッカーとか悪い人に対抗するために服役中の天才ハッカーをその犯人にぶつけるみたいな、すごい天才対天才みたいな、そんな感じの話だったのがすごく面白かったなって覚えてます。ジェフリー・ディーバーさんってこれまでも何回か紹介してきてるんですけど、ただのどんでん返しじゃなくて、すごいジェットコースターに乗ってるかのようなすごいねストーリー展開の作品を書かれる作家さんで、予想もできない展開、すごいスピード感みたいな話だったと思います。 IT とかそういったパソコンの用語とか確かに出てくるんですけど、別にそういうの知らなくても普通に読める作品だと思います。こちらの作品もねいつか紹介したいなと思っていた一冊でね、今回見つけたので購入してみました。こちらは一冊200円でした。続いて9作品目はこちら、ダヴィンチコードです。なぜかね上巻だけ帯がついてこなかったんですが、近年海外ミステリーの傑作というようなね感じの作品で、ダン・ブラウンさんがすごく好きで、こちらのねロバート・ラングドンシリーズも全部読んでいるんですが、なぜかね持ってなかったっていうことで、今回ね思い切って購入してみました。美術とか歴史とかそういったミステリーが好きだよっていう方にはぜひ読んでいただきたい作品です。本当に初期の方の動画なんですけど、ダヴィンチコードのシリーズ作品紹介みたいな、そうシリーズ紹介をしているので、こちらの動画見てないよっていう方いらっしゃいましたら合わせて見ていただけると嬉しいです。こちらはそれぞれ1冊100円でした。はい、続いて電子書籍の紹介です。で、今回購入した電子書籍は全部で3作品になっています。購入した作品のスクリーンショットとともに紹介していきたいと思います。続いて12冊目はこちら、横溝正史進次郎です。多分なんですけど、こちらの作品は去年のカドフェスの紹介の中で確か紹介してた作品で、横溝正史作品の中でも隠れた名作的な作品らしく、とても熱気になっていた作品でした。まあ、横溝正史作品ね全く読んだことないんですけど、まあ、すごく気になっていた作品だったので購入してみました。続いて13作品目はこちら、あわさかつまお11枚のトランプです。こちらもね、あわさかつまおさんといえばこの作品みたいな著者代表作になっていて、以前からねタイトルだけ知ってて読んだことなかった一冊でした。なんだろう、トランプの話なのかなみたいなくらいしか想像はできないんですが、やっぱりね傑作って言われてるだけあって気になる作品なので今回購入してみました。ああ愛一郎の狼狽とか乱れからくりとかね、他のタイトルはねいくつか知ってるんですけど、どれもまだね未読なので、まあ、とにかくね気になる作家さんですね。続いてラスト14作品目はこちら、古田天さん墨の屋敷の罪人です。はい、こちらの作品実は以前図書館で借りてすでに読んでいた作品でした。にもかかわらずどうして購入したかというと、すごくね好きな作品だったからです。これ確か2月とかに読んだ作品で、まあ、結構時間は経ってしまってるんですけど、こう未だにね良かったなって、すごく面白かったなっていうのを覚えてる作品で、ぜひ書評させていただきたいと思って、まあ、購入した作品でした。こちらもね近々書評することになると思います。ダダダーっと電子書籍のお話をしてきたんですけど、どうしてね今回電子書籍を買ったのかっていうのを一番最初に軽くお話しさせていただくと、クーポンを手に入れたからです。そう、すごくねお得なクーポンを立て続けにね3枚手に入れることができて、すごく安く購入することができました。それぞれの作品ねもうだいたい500円くらいで、最後に紹介したスミレ屋敷の罪人に関しては683円というね、まあまあな値段がする感じだったんですが、全ての作品で500円引きクーポンがそれぞれ使うことができたので、実質3冊合計で200円ぐらいしかかかりませんでした。いやもうすごいですね。でも本当にねすごいなと思います。引き続きねお金の話を先にしてしまうと、電子書籍の代金の方はだいたい200円ぐらいで、ブックオフオンラインの方でも実は今回クーポンを利用しています。これは4月に購入した時についてきたクーポンで、200円オフのクーポンでした。ブックオフオンラインの合計が1560円でした。だいたい1700円とか1800円ぐらいですね。はい、というわけでね今月もすごくお得に買い物できたなという感じです。今回もブックオフオンラインを利用してどうだったかみたいな話なんですが、はい、比較的というかすごくね良かったなと思います。というのもね今月も帯付きの本がたくさん来たのがやっぱ嬉しくて、はい、こんな感じです。全部で 1,2,3,4,5,6,7 作品に帯がついていました。ブックオフオンラインの方は全部で11冊購入したので、そのうちの7作品が帯付きっていうのはすごいなって思います。いや本当にこれはね嬉しいです。特に嬉しかったのはこちらのねサスツルギの亡霊で、このね本屋大賞の帯欲しかったので、
いやすごく嬉しかったですね。というわけですごく良かったよって話で終わらそうと思ったのですが、1点だけやっぱどうしてもねお伝えしておきたいなっていうことがあって、1冊だけね今回状態があれっていう作品がありました。こちらの作品です。名探偵にバラをの作品の状態がちょっとこれだけねうんってなりました。はい、前回のねブックオフオンライン使ってみました動画の中で使ってみましたっていう方が多かったので、はい、実際ねどんな感じのものが来たのかっていうのを少しね詳しくお伝えしておいた方がいいかなって思って、少し状態悪かったよってやつに関してもちょっとねお伝えしていこうと思います。まずねちょっとあれってなったポイントについて、ここなんですけど表紙の破れが結構ね激しめのがありました。ここら辺とかも、破けちゃってて、あとはね表紙をちょっとめくったところの水で濡れてしまいました的な跡がありました。最初数十ページにわたって濡れちゃってます的な感じになってたり、あとはねこのちょっとね折れてますみたいな感じになってるところとかもあって、全然気にしないよっていう方だったら本としてはね普通に読むことができるので、はい、全く問題ないかなという感じはしますが、僕と同じように気になる方はねこれ結構気になるレベルの表紙破れと、あとはね水の濡れというかうねうねってなってる感じだったので、このお話をさせていただきました。11冊中1冊だし、その他の作品はまあ綺麗な作品で、あと帯ついてるのも来たりするのでトータルで言ったらでも全然大丈夫だったんですけど、10冊ぐらい購入すると1冊ぐらいこういうのがね混じっているかもしれないよということで覚えていただければなと思います。で最後にもう一個だけお伝えしたいことがあります。簡潔にお伝えしていくと、購入本紹介コーナーなんと今回で祝1周年でした。12ヶ月間購入本を紹介したことになります。毎月のね月収はこれをやらないと始まらないみたいな、もう本当はそんなコーナーに皆さんがね見ていただくことでしていただいて、本当に楽しくやってこれました。基本は古本をこんな感じで買う人なので、個人的にもすごく楽しくやってこれた企画でした。1年間継続したということは、この1年間を通して購入した合計の冊数も判明したということになります。ということで何冊になったのかというと、合計で139冊でした。個人的にはもう少し買ってしまってるかなっていうふうに思っていたので、思ってたよりも少なかったって思ってしまいました。ちょっとね感覚がおかしいかもしれません。これぐらいだったんだっていうので1年間ねずっと数えてみてねよかったなと思います。合計金額とかも怖いのであんま考えたくはないんですけど、139冊中ほとんどが100円の本で、まあ、中にはね新刊とかも混じっているのでそういうのを考慮しても多分2万円ぐらいには収まってるんじゃないのかなと思います。まあ、1年間ね毎月毎月読みたい本を購入できて、で YouTube も運営できて楽しく読める、こんな素敵なことはないっていう感じですね分かってしまったこともあって積読が減らない理由ですね。年間の読書ペースがだいたいね頑張って100冊いかないぐらいなので、通りでね積読が減らないはずだと、これだったらねもう増えていく一方だよなってね思いましたね。ということで年間の購入本の冊数も判明し、積読本をね消化できましたって来る日を見ることはもうないんだっていうのが判明した、まあ、そんな1年でした。はい、ということで5月の購入本紹介でした。はい、というわけで今回は購入本紹介ということで5月に購入した作品を紹介してきました。本当に盛りだくさんで駆け足でもうバババって喋ってしまったんですけど、ブックオフオンラインや電子書籍を利用することで、まあ、家にいながらにして素敵な本に出会うことができました。これ以降はどうかっていうのは分からないんですけど、おそらく6月もブックオフオンラインで買い物しようかなって思っています。そろそろ夏の書店フェアっていうか文庫フェアが始まってくる感じなので、そろそろそっちの準備を始めたいので書店にはね行きたいなって思ってるんですけど、本当にねチャンスがあれば行けたらいいなっていう感じでね考えてます。今回こちらの動画を見てこの作品気になるといった作品や、ぜひ書評してほしいという作品があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。